どうも皆さん、ヘルライズ、三大特撮合成銃キメラ部主です。さあ今日も京都で究極フォームの解説なわけだが、前回は絆の力で変身してるやつが多かったわね。やっぱり究極なんて形容詞名前がついてるから登場経緯も凝ってるのかしら。お前謎解きとか苦手なタイプだろ。なんで急にディスられた。コンプリートフォームのことを思い出してみろ。考えもへったくれもない登場してるんだから全員が全員そうとは限らないんだよ。もう少し視野広めろ紅白まんじゅう。素人に生きるオタクって醜い。言っとくけどもっともっといるからな、そういうやつは。ルパッチマジックタッチゴー、超いいね、フィニッシュストライク、最高。最後の希望、究極のフィナーレ、仮面ライダーウィザード、インフィニティドラゴン。仮面ライダーウィザードインマジックランドで登場した究極形態、オウマ大臣、正体はファントムであるドレイクが変身する仮面ライダーソーサラーとの激突、最強フォームであるインフィニティスタイルで相手取り、互角に渡り合う、両者互いに最後の攻撃を繰り出そうという時、ウィザードが取り出したのはフィニッシュストライクウィザードリング、その力で変身したのが、このインフィニティドラゴンなのぜ。身長202センチ、体重116キロ、パンチ力推定 14.8 トン、キック力30トン、ジャンプ力45メートル、総力100メートル 4.2 秒、インフィニティスタイルにウィザードラドラゴンの力が融合したことで、ウィザードの形態で数値上は一番上だったオールドラゴンをも上回るスペックを手に入れた。オールドラゴンの違いは色がわずかに違うのもそうであるが、胸にあったドラゴスカルがなくなっておるな。一見するとインフィニティスタイルにそのまんまくっついてるようにも見えますが、実は若干ベーススーツが茶色みがかってるんですよね。必殺技はインフィニティエンド、ウィザードラゴンのパワーを全開放して、ドラゴスカルを、まとった切りもみキックを放つ。劇中ではソーサラーのキックと激突し競り勝つと、そのボディをぶち抜いてみせた。胸から足に移動したドラゴンの頭部。一見するとわけわからん分、インフィニティスタイル版オールドラゴンとも言うべきこの形態、故にウィザードラゴンの持つ4つのエレメントの力も使用可能であると思われる多分、そしてインフィニティスタイルの武器であるアックスカリバーも使用可能だと思われる多分、堅牢な防御力、ほぼ無尽蔵の魔力、時間干渉能力も健在であろう多分。多分が多いな。まあ仕方ない、なんせこいつは必殺技発動時にしか登場していない、いわば必殺技専用フォームと言える、登場時間も合計で1分にも満たない、だから多分が多分に含まれるんだな。ややこしいな。まあ冷静に考えてリング自体が変身用じゃなくて魔法用の音声だしな、その時点でお察しだったかな。ところでこのリングってどういう経緯で手に入れたの？知らん、なんかあった。考えもへったくれもない、真面目な話がちで入手経緯謎なんだよなこいつ。視聴者目線なんか知らん、リングいきなり出して知らん携帯になった感じ、いろいろ不透明すぎるでしょ。一応形状がスペシャルラッシュウィザードリングと似てるから、それが変化したとも取れなくもない。そしてこのリングはさらなる力を生み出す。ルパッチマジックタッチゴー、超いいね、フィニッシュストライク、最高。新たなる希望、今時期のフィナーレ、仮面ライダーウィザード、インフィニティドラゴンオールド。仮面ライダー、仮面ライダー、ガイム&ウィザード、天下分け目の戦国ムービー大合戦で登場した形態、すべての黒幕、レンゲザ武神ガイムとの最終決戦に挑むガイム&ウィザード、ガイムたちがレジェンドアームズに変身したのを仮面ライダービーストと共に見届けると、それに合わせるようにフィニッシュストライクウィザードリングを使用、変身したのがこの形態なのぜ。身長202センチ、体重116キロ、パンチ力推定 18.9 トン、キック力34トン、ジャンプ力45メートル、総力100メートル 4.2 秒、インフィニティドラゴンを超えた魔力を宿したことで変身したとされており、その姿は黄金に輝き、インフィニティドラゴンではなくなってた胸のドラゴスカルも復活、劇中ではそこから火炎放射を発射していた。インフィニティドラゴンが必殺技限定で登場したのに対して、こちらはレンゲザ武神ガイムのツタ攻撃をかわしながら接近する激しい空中戦を披露、あっちに比べるとそこそこの出番はもらえていたのぜ。やっぱ究極といえば黄金だよな。よくわからんけどなんとなくわかりもする不思議な言葉。そんじゃ次のやついこうか。あやまつよろしい。中にエセ中国人、早すぎるでしょ。もっと高活躍を長々と語れよ。いつものごとく厄介オタクのように。後半いらなかったよな。なことどうでもいいからはよ。無理ですは。ライダーズ館にこそ経緯が記載されてるが、劇中では一切説明なく唐突に変身し、そしてそれに対して周囲は無反応。さらにやったことといえば火炎放射とツタ攻撃をかわした空中戦。その後はレンゲザ武神ガイムの罠にはまった取り込まれてしまい、以上、出番終了。こや語れんわ。インフィニティドラゴンが必殺技だけの登場だったのに対し、こいつは出番はあったが必殺技を打たないと対局の立ち位置になっておるな。正直これだったらインフィニティドラゴンどころかオールドラゴンでもできることだし、マジでなんで出したんだと疑問に思われるレベルの形態だよな。まさかと思うけど、今回こんな感じで進むの？さあ、それはどうかな。ドライブタイプスペシャル。親子の相乗り、今と未来をつなぐエンジン、仮面ライダードライブタイプスペシャル。
仮面ライダードライブ、サプライズフューチャーで登場したドライブ究極形態、未来から来た息子、トマリエイジと出会うしんのすけ、未来から来た仮面ライダーダークドライブと戦い撃破するのだが、実はエイジは未来での戦いですでに死んでおり、しんのすけと出会ったのは偽物、その名もロイネウド108。2035年からやってきた彼は2015年の自分と融合し、パラドックスロイネウドへと進化を遂げる、変身して立ち向かうが、パラドックスが引き起こした永遠のグローバルフリーズにより時間が停止、身動きすらできず、やられるのを待つだけかと思いきや、シシマキリコはあるシフトカーを手にすると動けるようになり、それを投げ渡す、その姿はエイジと重なり、無事にしんのすけも動けるようになった。そのシフトカーの名は、シフトネクストスペシャル。未来でエイジが変身するために使用していたそれをチューニングした改良品であり、ここに親子2台が重なり合い、奇跡のドライブが誕生した。それこそが仮面ライダードライブ、タイプスペシャルなのぜ。身長 199.5cm、体重 108kg、パンチ力 24トン、キック力 40トン、ジャンプ力 50m、走力 100m 0.446秒。走力に関してはさすがに特化してるタイプフォーミュラには劣るものの、それ以外のスペックはドライブの全形態でトップに出ている。変身に使用されたシフトネクストスペシャルはもともとダークドライブが使用していたもので、同時に未来でエイジがロイネウドと戦うために使用していたものですが、エイジ亡き後その姿とダークドライブは奪われ利用されてしまいました。だが事実上ドライブの排除という目的を達成した後はドライバーとシフトネクストスペシャルは放棄。結果的に放棄したドライバーを元にドライブが復活した上に、シフトネクストスペシャルはキリコがマッドドクターで改造、現代のドライブ用にチューニングされてこの形態が誕生する原因となったんだ。自分で自分の首を絞める哀れなパラドックスロイネウド。なお改造前後で違いは緑と黒の割合が反転しておる点だ。頭部の排気装置エアフェイスインテークは周囲のエネルギー粒子を取り込み、エンジンに送り込むことで稼働エネルギーとして再利用する。エコやそのエンジン、コアドライビア F、 未来のドライブをベースにしていることもあって従来よりも発展しており、その出力差はなんと200倍。エンジンの回転と振動を利用して重加速を打ち消す波動を放つのは従来通りだが、未来のシフトカーを使用したことでその効力はさらに拡大し、現代のシフトカーでは打ち消せない永遠のグローバルフリーズをも無力化できる。逆にこれがないとほぼ罪なパラドックスロイネウドがヤバすぎる。どんだけ強力でも身動き取れなきゃ意味ないですからね。まあその唯一の対抗手段を手に入れるきっかけが皮肉にもパラドックス自身なんですが、変身アイテム意識を廃棄ではなく破壊でもしていれば結末は違ってのであろうな。ラスボス敗北の最大の戦犯がラスボス自身と格差か。高早すな。プラズマを利用した攻撃を得意としており、プラズマ発生装置が内蔵された型の装甲 G プラズマディフレクターの機能で、接触した相手の内部機能を破壊する。圧縮エネルギーをグローブやブーツにまとうことでプラズマを帯びたパンチやキックを繰り出すぞ。機械生命体が食らったらひとたまりもなさそうですね。人間が食らっても内蔵機能ズッタズタになりそうですが、子供に優しい映像を心がけてくれ。膝当てのニーリジウムパッドは膝関節の動きを補助および強化する機能を持ち、従来の高速を上回る音速の膝蹴りを繰り出す。マッハで飛んでくる膝蹴り、膝蹴りそのものより動作の影響で周囲への被害が出そうですね。我の最高飛行速度よりも速い膝蹴りとは一体。いかなる状況下でも最適な摩擦を保つから、向かい風も何のその氷の上であろうとスリップの心配はない。まあこれは老気の差こそあれど従来から類似機能あったけどな。全身を OF コンプリートスーツに搭載された動作アシスト機能により、変身者の身体能力に関わらずドライブの運動性能を最大限に発揮することが可能だ。つまりクソザコ運動神経のうつ主でも月中同様の動きが可能ということか。後で覚えとけよ。胸にかかっているタイプスペシャルタイヤは高速回転するとプラズマフィールドを展開、バリアを張ったり必殺技の発動も可能となる。ぶっちゃけその気になれば電磁砲撃てそうな性能だよな。確定麻痺は強い外観線命中が低い。誰もポケモンの話はしてない。防御面においても優秀であり、敵のエネルギー攻撃は肩に当たっても変更して受け流すので意味をなさず、腕に当たってもコーティングされた特殊な粒子の効果で反射してしまう。しかもこの特殊粒子は物理攻撃すら受け流すことが可能なのぜ。逆部アーマーのアクセルターボレップは対衝撃性に優れた軽量化合金が使用され、空力特性の向上のみならず、衝撃ダメージを分散する。さらに頭部のトップガードストリームは優先形の形状と対衝撃性に優れた内部構造で、頭部への衝撃ダメージをほぼ無効化するだけでなく、防御フィールドを展開して全身への戦闘ダメージを大幅に軽減可能。ちなみに内部にはゲル状の衝撃吸収材が充填されてるらしいですね。ダイラ端子的なことなのかね。さらに驚くことにこのスーツ、全身の装甲が自立制御システムを搭載した小型ユニットで、なんと装着者がいない状態でもスーツだけで自動戦闘を行うこともできる。待てよ、つまり中身がいずともたつダブルのサイクロンジョーカーエクストリームも自動戦闘が可能なのか。いや違う、あれはスーツの素材のせいで勝手に自立するだけだ。それはそれですごいけども、必殺技は敵をプラズマをまとったアッパーで空中に跳ね上げた後、ネクストトライドロンがその周囲を飛び回りながら青い光球を作り出し捕獲、そこに上昇しながら回転キックを叩き込むスペシャルドロップだ。月中ではハンドル剣や信号アックスを用いた近接戦を披露し、パラドックスロイネウドと互角以上の勝負を繰り広げておったな。変身系こそパラドックス自身の誤化が原因ではあるが、何
か一つでも要素が欠けていれば積んでいたのは明白であろう。さらに本編後の後日談を書くファイナルステージでも登場。こちらではクリムの計らいで集結したドライブの全強化形態の力を注いで変身し、復活したパラドックスロイニュードに再び引導を渡した。ちなみにもともとダークドライブが使用していたシフトカーということもあってか、スペック及び各部のスペックはほぼ全て同じになってますね。いやにしてもイザードと違って随分ちゃんとした究極フォームね。こいつは登場までの筋道とか能力とかちゃんとしてたからな。だが次の形態は、これまたなんというか。そうなら、倒してしまえ、ホトトギス。仮面ライダーゴースト、天下統一魂。仮面ライダー平成ジェネレーションズで登場したゴーストの究極形態、ハテナバブスターと戦闘するタケルだったが、病魔に侵され満身創痍の中での戦い。無限魂ですら瞬殺されてしまい、それでも奮起する彼にハテナバブスターが攻撃を仕掛ける。だがその瞬間信長ゴーストアイコンが飛来しタケルを取り込むと、アイコン内の空間でその心意気を認め、手を貸すことを進言。さらにそこに秀吉と家康のゴーストも集結し、彼らもまたタケルに手を貸す。タケルとかつての戦国武将たち、時代は違えど祖国を思う気持ちは同じ。その思いが集結したことで誕生した天下統一ゴーストアイコンを使用し、変身したのがこの天下統一魂なのぜ。バイザーには武将を彷彿とさせるヒゲのような衣装が見られ、荘厳な黄金のパーカーを身にまとっている。加えて頭部と両肩には鳥の衣装が施されており、これは3人の武将の性格を表したとされる俳句にちなんでホトトギスと思われる。それぞれのホトトギスは俳句に合わせて表情が異なっており、頭部のホトトギスは目が罰になっておる。これは信長の性格を表した殺してしまえを喪失させるものであるな。右肩の枠地が開いており、泣かせてみせようと読まれた秀吉の性格を表したものですね。逆に左肩枠地をつぶんでいて、これは本人の忍耐強さを表した家康の泣くまでも等だな。戦闘においてはゴーストの武器のみならずスペクターやネクロムの武器も使用し、3人の武将の力を集結させたことでハテナバブスターを終始圧倒していた。必殺技はオメガドライブ天下統一。劇中ではなんと3回も発動し、1回目はゴーストの文様をくぐり、ガンガンセイバー薙刀モードに金色の光をまとわせた連続斬り。2回目は3武将それぞれの家紋とゴーストの紋章を出現させて、ガンガンハンドとガンガンキャッチャーからエネルギー弾を連射。そして3回目は赤、青、木の紋章をくぐり、サングラスラッシャーとディープスラッシャー、二刀流に3色のエネルギーをまとわせて連続で切りつけた後に回し蹴りを叩き込んでいた。とまあここまではいい。というかこれくらいしか能力わからんからこれ以上語れないんだが、問題はそこじゃない。こいつの問題点。それは、お前なんで勝てたん？言い方がひどい。いやでも実際そうなんだよな。なんせこの直前に15人の英雄の力が集結したグレートフル魂すら惨敗してるのに、たかだか3人の英雄が力を合わせたこの形態がなんで勝てたんだってのがわからん。あといきなり信長だけ出張ったのも地味に謎ですし、しかも今まで影も形もなかった秀吉と家康が当然入るし。まあ一応憶測で理由がつけれないわけじゃないんだけどな。同じ時代を生きた武将が手を取り合ったから単なる3人分の力じゃないとか、無限が活躍できなかったのはタケルが人間に戻って能力を発揮しきれなかったとか、だがいずれにしろ天下統一魂のスペックがほぼ不明であるがゆえに、未だにこいつを究極フォームとして扱うかどうかは議論されておるな。俺としては信長が主導の割に、名前と違って3人の中でこいつだけ天下統一してないのが気になる。まあ信長は天下統一を願ったって言ってただけだし、つまり登場経緯こそイザードよりはまだしっかりしてるけど、比較基準が低すぎてこれでもまだ謎の多い形態ってわけね。そういうことだ。というわけで今回はここまでだ。今回は謎が謎を呼んだ形態が多かったな。こんだけ謎でも究極フォームとして扱われたりするんですね。特にイザードはインフィニティの登場経緯も割と唐突ではあったからな。つっても特撮じゃそこら辺珍しくないし、なんなら魔法なんて何でもありだからいくらでも理由付けできそうだけども。まあ登場経緯で言うと僕も人のこと言えませんけどね。最たる例だもんな。そんな貴様らにこの状況を端的に表し解決する魔法を授けよう。いつから魔法使いになった？その魔法の名は。その時不思議なことが起こった。魔法というか魔法の言葉。説明めんどくなったバージョンでそんなこと俺が知るかも付属。